7時ぐらいに目をつむって目が覚めたら9時でした。ジャクソンお餅、おかっぴ桜、おせろささ桜、石井さんハート、ジャクソンお餅、マサオ花、おせろささ桜、長め桜、ケンティ花、石井餅、ケール餅、おせろささ桜、カズくんハート、マサオハート、ケンティダルマ、おせろささ桜、マサオハート、ジャクソン桜。よく起きた。え、本当になんかプロかもしれない。マジ9時に目が覚めた。タンタンハート、ゆいお疲れ、トマハンハート、時松桜、マッチ桜、ワリガル桜、モカジハート、アツシ桜、コーマハート。え、そう、体内時計バリバリ寝ちゃった。やばショック。なんか本当に寝たら時間を無駄にした気分になっちゃうんですよ。残り14、23の、あ、ぜひお待ちしております。23時59分まで受付です。待ってよ、コマハート、ゆうち桜、みつばハート、あつよしだるま、コーマ桜、あつよしだるま、かんちゃんもち、たんたんハート、あつよしだるま、あつよしもち、あおさん桜、ゆうじきこしありがとう、やあきらかいとくね、うめち桜、あつよしもち、そう、起きる時間やプロ本当に、おだやん桜、泣けた感じする。そう、寝起きです。やばい、本当に髪もやばい、ボサボサ。夜寝れんかもしれん。彼女が出たこさん桜、ルアン桜、ピンコとソロ桜、宮杉涼先生のハート、戦ったのかわいい、休む時に休む、ありがとう。お、タラボから明日の詳細メール、お、嬉しい。クマの目の桜、カムカムかわいい、天使の脱ぐハート、竹松のハート、フジポンハート、母さん花、マスタカ桜、ヤマピー桜、トイさん桜。なんか寝てしまう要因といたしましてはあれなんですよね、コロちゃんを触るんですよ。コロちゃんを触りにコロちゃんを触りに行って寝っ転がったら気づいたら意識がないんですね。ね、私さ、髪をさ、ケープかけたらさ、なんかこんな前髪になっちゃうんだけど、どうしたらいい？本当に最悪。キジの桜、トイさん餅、ロブさんハート、ヨマさんかわいい、ヨマさん桜、エイさんハート、シュウさん餅、ゴジになっちゃう、マックスカワシマハート。確かに明日は早く寝たい、早く、明日って今日寒そうじゃない、わかんないけど、ルーチー持ち、変な夢見たから、変な夢じゃない、変な夢見たから寝ない気がする。あ、推し STU のアルバムのタイトルが決まり、夢見た、激ダサタイトルだった、変な家で思い出した、変な味だったアルバムタイトル、変な味で、変な家のパクリやんみたいな感じでちょっとなんか炎上しちゃったみたいな。マックスコシモハート、ベニちゃん音符、ルーチーハート、ルーチー持ち、ペナント、お、ペナント使って
も良さそうなのでいつものようにお願いします。お、ありがとう。確かに明日は多分グッズも OK かな、 OK だと思うのでぜひくるくるのルチハート、コロネ桜、ツーソン桜、レイトンダルマ、くるくるを持っていこうかな、自分のに自分のとかしこ桜、かんちゃん桜、あ、OL みたい、そう今日た探偵っぽく、探偵 OL っぽくしてみた。ナベッチ桜、土駒桜、山さんもち、マサイメちょっとやだかも、変な味がタイトルやだかも。かしこもち、山さんハート、変な味、福ちゃんお疲れ、わんこそばハート、福ちゃんもち桜、多分変な家を見たいっていうくるくる脳みそが働きすぎて変な味っていう、なんか変な家みたいなタイトルだったんだと思う。体調でハート、ミーシャハート、まっちゃん桜、つかさんハート、いちにさん桜、ミーシャハート、お、ペナッツが決まったけど、ありがとう。変な味、カヌレは絶妙な味、カヌレバリ美味しいよ、バリ美味しい。明日 80%、 え、 70% が良かった、ラッキーセブンだから 80% か。昨日くるくるに寝落ちして起きたら配信終わってた。おう、オーマイガー、寝落ちちゃうよね、わかる、くるくるも苦しづき花、今日もしちゃった、今日も今寝起き、夜寝起き、あたしハート変な味、テイストのグ桜、ワニガルかわいい、ナベコハート、山さんハート、明日配信ないと思う、ナベコ持ち、山さんハート、ナベコ桜、オカッピハート、山さん桜、ホエ桜、カシコ桜、山さん桜、どんな感じで発表された、普通に多分裏だけ、このメンバーだけで、メンバーだけに伝えられて、アルバムタイトル変な味で伝えられて、で解禁が何日の何時なので何時ですって伝えられてたから、私はそのアルバムタイトルの告知を X でするために X に文章を書いてツイートするっていう夢を見た。で変な味、ポケットからヘリコプター、桜、山さん桜、確かに鉢も末広がり、確かに確かに、そうじゃん、末広がりなんで許そう。まっちゃん綺麗、起きてきたよ、まあやっぱ夜なのでね、とはいえ寝起きとはいえ夜なのであれなんですよ、くるくるの時間でも顔がもうムクムクでやばい。一日遅れたけどお話ありがとうございました、こちらこそありがとう、たくさん来てください、ほし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 さん、もち、変な味です、え、やだって声なかった、変な味って言った時はえ、なんだこれって思ったけど、あ、ストレンジテイスト、ストレンジテイスト、確かに英語にしたらかっこいいかも、ストレンジテイスト、オロチハント、休み取れならしてきたかった、そうだよね、平日で急遽だったから、ぜひ皆さん来てほしい、確かにもしタイトルが恋の味とかだったらほぼ正夢だね、でもそうなったらさ怖くない、もう真っ白その正夢、お、昨日たてまちカヌレ買ってきた、お、いいですね、たてまちカヌレ嬉しい、なんかひらくハート、今日めっちゃイケメン、そうなんよ、あれかな、前を見上げたらさちょっとイケメンなのかな、明日のヒレの分いきます、振らないで、振らないでくれ、本当に待ってるね、あ、今日たてまちカヌレカヌレ買って食べました、変な味じゃなかったですよかった、変な味じゃなくてよかったよ、サイマチカヌレ美味しいよ、カヌレチップ持ち、ね、ま、年度末だから、そう年度末っていうのもある、平日プラス年度末、いやーまさ持ちにしてもたくさんの方がねもう調整して時間を来てくださって嬉しいです、
変な味聞きました、めっちゃ良かったです。やばいって変な味。実際ハート変な味でもちょっと瀬戸内っぽくてちょっと許せる。白熊白熊ネジ、あ、くるくる牡蠣食べたい。カピハート、あ、眉毛か、確かに。あ、恋と変を見間違えた、あるね、ありえるかもね。恋の味、変の味、これありえるわ。ちょっと見えてきた。立町カヌレ、立町にあるの。立町カヌレはね、広島の本通りに売っとるよ。ぜひクラブクワトロに行くときにぜひ。なんて言ったらいいんだろう、あの場所って言ったら、こう一本道がでかい、ファルコや続く一本道があるじゃん、その分かれ道の中のどっかにある、その分かれ道のどっかに熊ちゃん温泉の近くにある。熊ちゃん温泉近く、よっち桜、今日は立町カヌレ食べてカヌレ予想初めてして、52歳の春、おいいじゃん。何歳になってもいくつになっても新しいもの、くるくるもどんどん新しいものを見つけていきたい。え、なんかさ、くるくるの好きな食べ方はこうなっとるのをこうやって持って、チェルティ君もち、どんやだるま、あつし花束、はんちゃんハート、わ、かきフライ食べてる、かき当たってから食べれない。え、そう言うよね。なんかくるくるも当たってないから食べたい食べたいって言えるんかなみたいな。ボイドさん餅、恋の味だったらくるくるなれられる英雄。え、待って、英雄じゃないかこれ待って、これさ来たんじゃない、ちょっとみんなこれ覚えててね。でもちょっと寝起きの顔で恋の味とか言ったから、もし当たったらさ、この変な顔はちょっと拡散されちゃうかもしれない。これはバズレーを狙えるね、万バズ万バズ、予言した女って言って、あ、このよし、ハッター。うちの子の真ん中にかき氷さんあった。食べたい。おさん花、リンクさん桜、ハモが桜、おさん花、どれの餅。桜の一応。そうだよ。あ、縦町カヌレがある。あの辺り縦町。あ、じゃあそこが縦町なんだ。縦町、おとんハート、どれの桜。あれではカットになってたかもしれないんだけど、そこの縦町カヌレにも行きましたよ。なのでくるくるがイタッチとして、おトレの桜、白熊白熊桜、デレザーキャット花束、駅にも売ってるかな、明日は駅しか、お、広島駅にも売っとるよ、広島駅のね、駅へ1階の方かなに売っとる。くるくるそこでも買ったことあるよ。ぜひ、マチさん餅、おさんハート、あ、予言者か、予言者、占い師、あ、占い師か、英雄かと思ったわ、占い師なれるわ。出てるか、もちん、売ってる売ってる、ぜひ。今日誕生日のお祝いの言葉、おめでとう、ハッピーバースデー、世界で一番いい1年にしてね、ハッピーハッピーハート、ヌルスクハート、お、広島かきは品質管理が厳密だが当たらないと思う、個人の感想、お、そうだそうだそうだ、大村です、ハート、明日駅から見てみる、お、見てみて、品川駅もあるの、あ、そうなの、そうなんだ、いいね、ぽいよ、ハート、そうそうそう、入ってすぐあった、立町カヌレくるくる聖地に、え、追加、本当に結構行ってるよ、立町カヌレ、あれから、収録から、奈良市桜、マックン桜、え、それで言ったらね、宮城キングダム、今日TSS のスタッフさん、ニュープロジェクトでお世話になってる、あ、まあカナオさんなんだけどもう名前ね出てるから、なんかいつもなんか言っていいんか迷うんだけど、名前出てるから、しかも顔まで出ちゃったから、 YouTube 出たから、まあ、言っていいよね。カナオさんに
宮城キングダム見たよって言われて、あの今日配信だったので、で、あ、ありがとうございますって言って、なんかすごいね、話に乗って、なんかテレビ初登場って書いてあったんよね、多分その宮城キングダムでの字幕に、字幕テロップか、あのテレビ初登場って書いてたけどって言われて、あ、で私ロケ初登場だったね、実はね、ロケが初登場で、それは多分テレビ初登場って書いたんだけど、あ、クラコンも出演してますよもちろんっていう、クラコンが初です、クレイさんお会いしたのがいい一年、お、それが一番最高です、最高、クレイパリマスターナビチハント、アレちゃんハント桜、クルクルセレクションがされてないかもしれない、トスミちゃんとエマさん桜、確かに東京でも売ってほしい、ヒロヒロハート、トゲンキョウモジリカイ桜、そうなんよ、ロケ初参加かな、そうほぼ初登場、そう昼間初登場でも、こう今までねクラコンしか出たことなかったんだけど、こうテレビ出演させていただいて、えだよね、なんか友達からも連絡が来て、あの幼なじみの子から連絡来て、テレビ見たよって言われて、なんかまさかのまさかその子から来ると思ってなくて、来るからびっくりして嬉しかったっていうのと、なんか地元とかってさ、地元の食べ物屋さんとかってさ、なんか顔見知りとかあるやん、なんかちっちゃい頃からよく行くお店でお世話になってて、あー来島さんとか言う仲みたいな関係とかあるじゃん、その人とかになんかテレビなのみたいな会話した時に、あーこの前広島ホームテレビさんにみたいな、メイキングダムさんに出演したんですって、でそれ今日の話、明日 TVer、 明日から TVer で放送するのでぜひ見てくださいとか、そういうの言えるようになって嬉しいですね、あとおばあちゃんも喜んでくれた、明日の TVer でお預けだけど、お楽しみにしててありがとう、まさかずハート、泣き元呼ばれそう、わかんないけど呼ばれるように頑張ります、呼ばれるように、しんごさん待ち、いや本当にすごいと思った、地上波の宮城県でも職場のテレビでつけてて上役クルクのこと書いてた、え嬉しい、ぜひ好きになってくださいおかっぴハートハマンさくら、あの時一人でガッツリ出るの、いやもうクルクルも本当にこんなチャンスっていうか、なんていうか、こんな機会はなかなかないと思ったので、もう全力で頑張ったんですけど、でも嬉しいです本当に、とても近いと肘コーヒーをテイクアウトして堪能したらくるくる巡り、くるくる巡り、あとかまちゃん温泉、そじろ桜ライジングハート、そう誰がハゲやねん桜、Qさんハート、嬉しいです、でもなんかくるくるっていうニックネームはなんか結構いいのかなと思って、最近なんかくるくるでいじってもらうことが多くて、その宮城キングダムさんの ロケの前も初めさ、こう出演者で自己紹介みたいな、よろしくお願いしますみたいな、来島優香です、くるくるって言います、呼んでくださいみたいな、くるくるからまず入る、そのあ、オッケー、まるまるちゃんねじゃなくて、くるくるから入るんですよ、だから深掘りしてもらえるみたいな、でめっちゃいじってもらくださって、あのディレクターさんとかが、あ嬉しい、くる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 、おつさましたもちー、そうイケメン、今日コロちゃんの感想、ゆうかは超可愛くて天使みたいで、なんかたくさん頑張ってて偉くて、もう本当に生きてるだけで偉いってコロちゃん言ってくれた、私のこと、かしこさん桜
おのまさん綺麗、おつさまさん持ち、いや本当にすごいなと思ったのでまた出演できるように頑張りたいなというふうに思いました。あとそういうロケとかももちろん頑張りたいし、音楽番組とかにも出演してみたいなって思います。お、確かに 3月24日だからちょうど 18.5 歳、あ、ちょうど天後半月半年ってことか。え、すごい、もう半年で19歳なの、やばい、早い。あ、まさハートフォーカーハートさあ、かわいいニックネーム嬉しい。アズミンと言ってた パルコのパフェの店にも行きました。あ、行ってくれた、いいね、ナイスナイスナイス、行ってたくさん行ってくれるの嬉しい。クルクルの響きが好き、やったクル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 、そう、インパクトある、クルクルって言葉ね、ネタしやすいし、クルクルいいよね。先日やって初めて会った、ありがとう、こちらこそありがとう、嬉しかったよ来てくれて、遠くからなめこ誰も、確かに擬音語で読むの初だろうから確かに印象残る、なめこペンライト、天狗おもろい、そうだよ、もう 2.5 ってもうやばいぐらい言ってるから、もう何々天狗を見たら天狗ねってなるの。でも 2.5 ってね忘れられがちだからね、悲しいの。こうレッスンとかね、大きいコンサートとかあったら一期ドラさん、二期、三期こっちみたいな、あれ、あ、三期の方かなみたいな先生とか、山さん桜キャッチコピー完成、頑張って頑張るね、キャッチコピーちょっと生きるかな、20何もとかなっても生きるか。あそこの東でハート、明日行く、お楽しみ、ありがとう、夏原さくら、関西でもくるくる番組ね、もっと頑張るね。 Q さんハート10.8、キュウさんハート、ユチサクラ、リリアハート、そう、シャゴニシタラさん、いやそうよね、シャゴニシタラさんよ、さんですよ、マックスハート、もう結構ねもう高頻度よ、ほぼほぼ。でもドラフト3期生さんも最初なんかそうだったって言ってた、言ってらっしゃった、わかるよって。でもさ言いやすいやん、で一期でドラさんはさ、なんかもうさ口の流れがさもうさドラフト3期生さんのイメージ強いから、一期ドラさん二期三期って言っちゃう流れで、これめっちゃ言いやすいやん、一期ドラさん二期三期で、一期ドラさん二期 2.5 期3期語呂悪い語呂悪い、わかる、一期ドラさん二期三期、一期ドラさん二期 2.5 期3期マックスハート、忘れなくなる、ちょっと頑張るね、しましょう、こうやって言えました、山さんハート、アラミカハート、確かにキャッチフレーズあんな奥のクークルだけだよ本当に。吉田美かわいい、ゆうくんもち、天使の絵の具だるま、ゆうくんもち、ラスカラハート、大間さん桜、ゆうくんもち、いっちゃんレモンスター。でね、普通にね、まあそういうレッスンとかだってちょっと時間がないから、急ぎ早く早く早く巻いていこう巻いていこうみたいな感じで行くから、省略したのもでもめっちゃわかる、その時間ゆっくり何期何期とか言ってる暇がないから、何期何期何期こっちみたいななっちゃうから。オノピー桜、ゆうくん桜、ホームガーデンハート、いっちゃんもち、ゴーさんよ、ゴーさん、ルートハート、ヤマさんハート、イちゃん桜、あ、2号2号2 5点。でもそういう時になんかヤマピー桜、こうそういう時にね、なんかみちゅさんとかが兄ちゃんが帰省もですよみたいな言ってくださるんですよ。
まあ、今みつさんのスツコンの練習とか多いからっていうのもあるかもしれないんだけど、生きとらさん2期3期って言われた時に自分たちが困ってたら 2.5 期もいますよみたいな言ってくださって、もうそれにもう涙、みつさんってなるっていうコラさん桜、リュウヤもち、おかっぴハート、です。もうそんなことがそうなったら、こうみちさん、あ、 2.5 期みたいな目合わせてってる、みちさんでほんまに、そう、もうやっけんけしちゃうよ本当に。寿司まあね、お、当日なのか席、わけわきゅん、ついていきます、いやついていきます、もう人としてね、人としてついていきます。あ、さすみちゅっていうの、さすみちゅさん、昇格しても1期ドラさん2期研究生3期、やだめっちゃやだ、3期天狗2期ドラさん、あ、逆からね、確かに確かに確かに、どの場所でも全力でありがとうね、本当に本当に本当に、りゅうちゃんハート、ミーハンいいね面白い、ちょっとミーハン兄さんみたいな、お兄さん、ミーハン、天狗、2.5、 2号、ね、ニーハオみたい、確かに、じゃあニーハオになっていく、リスト係さくらー、これからついていく、待っとるよ、コンマ5かっこいいよかっこいい、コンマ5、あ、セリフ飛ばせときのテンプレ、確かに今は、あ2.5 期、あ、間違えた、1期ドラさん2期3期、あで4人で、あああ、お、 2.5 期さんはこれまでのエスティーとこれからのエスティーをつなぐ特別な木だからいい名だと思います、え、なんかめっちゃ嬉しいこと言ってくださるじゃん、嬉しいんですけど、ありがとう、 XYZ もちー、あ、確かに2例の木、一期ドラさん、一期ドラさん、二期、二連の期、三期いいやん、なんか一期ドラさん、二期、二連の期、三期、え、いい感じに入ってくるやん、二連の期、どうしよう、さくら、どうや、ハート、とんちゃん持ち、あ、ハーフね、確かにハーフ、 XYG ハート、確かも、もちよしのみかわいい、そう、まあ、いつかね、そう、呼ばれるように頑張る、よ、忘れられないように、2期3期2例、あれ木木の名前ニレの木、確かに2、5、あ、星になってる、なんだろう、ハーフ、そう、存在感出していく、出していく、
ここにいますよ。どこにいたの、探してたよ、連れてって連れてって。おのまさもち、ツーハーフ、あ、ツーハーフ、ここツーハーフ。どこまでもどこまでも。二人でいいとこに相性、あ、二人でじゃない、四人で。確かに考えようかな。確かに。で、これって言ってくださいって言って。確かに、ニューウェーブ。ニューウェーブ。確かに、ニューウェーブだったんか。ニューウェーブ。天狗界ね。天狗界。いや、頑張れますよ。ゴシー桜。そうだよ、みちさんのコンサートまで1週間。早すぎ、早すぎますよ、ほんまに。早すぎる。悲しい竹になっちゃう。中華だし、ミドル、確かにミドル、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 ミドル。かっこいいかも。コンサートレッスン順調。順調な気がする。結構今までに、今までの感じで見ると順調にいってる感じする。でもこの前のニューブ放課後学祭の日が結構長めのリハだったんですけれども、放課後学祭だから抜けちゃって、だからこう曲とか、その時にやった曲とかを 2.5 参加できてなくて、あ、 2.5 参加できてなくて不安なので、ちょっと頑張ります。今日クレンパタコ、エマさんハート、ユウくんハート。ユウくん、エマさん、女子にしてます、ありがとう。参加からしてます。3月30日はファニックスホール、ぜひお待ちしています。マッキー桜、ねえ、歯医者行ってさ、そろそろ何だっけ、なんだっけ、そろそろ親知らず、それ親知らず、え、親知らずですか、聞いてないな。かーい、え、腫れるよね、ほっぺた。だからさ、どのタイミングしたらいいのみたいな。なんかアーシャ撮影前とかにしよっかな。アーシャ撮影2日前とかにしよっかな。やばー、バッテリー切れたんかと思う。もう単語が全然出てこなかった、親知らず単語。え、絶対さっさと抜くべきだよね、ほんまに。19ぐらい抜いた、一緒やん。そう、なんであえて、あえてね、
アーシャ前に。で、バズっていこう。アーシャ撮影前に、アーシャ撮影前日に親知らず抜いたアイドルみたいな。無理？無理か。そのあれだよね、もしバズったとしてもその悪い方の影響がでかすぎるよね。あのつり合ってないよね。あ、知らなければ大丈夫。あ、そうか、え、抜かないといけないですねって言われたってことはこれ支障出てるみたいな話はー、くるしかない、はー、くるしかないよ本当に。今から晴れるよ、一億人バズれじゃない。結構くるくるをバズれしようかなと思って、くるくるをバズらせようと思って、いろんな人に知ってもらう。うわっ、横向きに入ってて、それさ今日さ X 旧ツイッターでバズってて、親知らずが横に入る人がいるって、こうじゃなくてこう、それってやばいみたいな、バズってるの見て、でコメント欄見て、なんか血だらけでしたとか、3日間なんかティッシュ詰めてないと血がずっと出っ放しで大変でしたとか、6時間手術しましたとか、麻酔かけないと痛いぐらいやばかったですとか、麻酔が溶けた後術後の方がしんどいので覚悟してくださいとか、なんかめっちゃ怖いコメント見て、見るんじゃなかったと思った。いやー、最近でかいよね、でかいよね。ブク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 に解明するかもしれん。ブク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 、福島が来た、わーさん、桜、え、だいたいどれぐらいで針引くの？親知らず抜いたらショールームお休み。え、やると思う。てかさ、親知らず抜いたらさ自然に痩せるんじゃない？食べれないよね多分。食べこう、もちー、4本中2本横向きだっけ、横向きだったけど、ほんまにそのコメント全部合ってる。冗談だと思って見ていたコメントが大正解ですか、もしかして。やばいわ、終わった、くるくる。あ、くるくる横向きと決まったわけじゃないけどね。特徴としてはなんかこう顎が小さい人と口が小さい人って書いてあって、くるくる口小さいから、もう歯医者行ったらもう、あー口が小さいですねってもう百発百中言われるってくらい口が小さいので、横向きに生えてる可能性ある。糸止め、止め必須だよね。あ、3日は痛くて1週間ぐらいで引く。じゃあ1週間開けてやらんといけんってことよね。え、全身麻酔、全身麻酔がいい。全身麻酔お願いしますとか言うかな。2日3日ピークか、ピーク、ピーク、ちゃんと見てやらんといけんね。に半分ずつ抜いた。半分に巻き巻き巻き桜。え、当日酒飲んじゃダメ、お酒飲んだの。あ、高熱、熱、お知らせの時熱出た。え、公園とかないと時にしないといけないよね。特に小さいの XYZ ハート全身が全身で他の怖さある。え、何、起きれないみたいな。腹部麻酔で大丈夫？いや、くるくる起きれない、起きれないじゃない、なんか目すみたいなピーとかさ音聞いてたら怖くてさできないんだけど。そばら、さくら、リンゴ飴とか、え、結構食べれん、多分めっちゃでかい口開けんと食べれんぐらい。だけどくるくるめっちゃ食べるの遅い。あずみめっちゃ食べるの早い。え、横向きを痛み止めないと寝れんくらい痛い。ガビーハンマー、別の浜でいっか、いっちゃいそう。あとでちゃった。
おやすらずんだ時の歯医者の BGM は鼻だれで撮ろう聞けないやん。鼻は誰のもの聞いたら親知らずの時の記憶蘇ってくれよやだ確かに。あ、強しもち、え、麻酔効かなくて麻酔なしで抜いてその歯医者で電子になってます。えぐ、それやばくない？叫ばない痛すぎて。麻酔した痛くない？このどんどん。あずみんね、口はね大きいんよ。え、多分顎は小さいけど口は大きい。口が好きなんですよ。あ、口が好きっていうか、その口の幅、笑った時の、が好きで、サイアンさんとかの。だからこう自分で自分の歯を、あ、口を見た時に、こうもっと大きく笑いたいなと思って、大きい人に、口が大きい人に憧れるんだけど、そのあずみ大きいんよ。口の中ですごい大工事してる感じ。え、もう想像できないんだけど。ゴキって、局所局部麻酔はそれ感じるの、ゴキが。やだ、面白いだろうけど、もう落ち着いてますね、大丈夫って言われて少し寒いあれだね、伝統行事できないみたいな。でもくるくる、それがいいわ。落ち着いてますって言われたいかも。だってさ、お仕事に支障とかも出ちゃうかもしれない。かもしれない。どれさん、はえ、ね、それ聞いた。麻酔が切れてからが上空って聞いた。カシモラさん、もち。でもくるくるって、クレンパレンマスター。こう刺激、毎日刺激を求めて生きてるんですよ。普段と違うことが起きたら、ワクワクして、いつもと違うみたいな状況になったらワクワクして気持ちが高ぶるんですよね。で、そんな痛みなど、痛みがあることすら刺激、こ、何、腹痛とか頭痛だったらもうくるくる、よくあるあるあるだから、もうしつこいよ、頭痛いのとかなっちゃうけど、そのこの痛みなら許せるかも。たかし、もちーん、テチでね、もし行かなくなるかも。タカさん、待ち、カナタシ、ハート。好きな曲流してほしいよね、じゃったら。こう、局部麻酔なら。こんなところじゃない、やばい。カマカマ、待ち。1日3本寝たら3日間流動食。マジ？え、流動食どうやって食べるんだっけ？飲み物的なってこと？わかりました。なんか結構私さ、痛みよりさ食欲勝っちゃう、なんか自信がちょっとあって、でも食欲なくなってくれてもくるくるは全然こう痩せたいからありがたくて。何も食べれんかった、マジ。ちょっと舐めてる、もしかして私。山地くまないものとして扱ってたから、私の人生の中でこう、その愛せらずの話をされた時はショックでしたね。わ、出たと思って。え、とかその横向きの親知らず、なんか大きい穴が開いて閉じれないから、この歯の、あ、歯じゃない、ほっぺた、頬をなんか縫い付けましたみたいなコメント見て頬を縫い付けるっていう。クロス金額 M 流す、確かにペダルで乗り越える、ペダルこいで、確かに。ちょっと結構お大音量流してもらってえ、口閉じれないんだ、局部麻酔だと。はやるな、知らないし、もそういうのは。先生さ、ハート、今日虫歯やったブー、ホワイトニング、こわ、あ、ぜ、非全力いいね。全力でなんか走れない、
目に来る可能性もある。え、テレテレポート作ってる、あずみ、おもろ、おもろい。あずみ作ろっかな、この後。もうくるくるどうしちゃう、お無理かも。まずだってさ、ほぼほぼじゃさ、そもそもさなかったらいいやん、この人間なんてものはなかったら、最初からね、そんな苦しむ必要なんてないやん。なんで？ガーゼ詰め込んで浮かせるとそのガーゼが出てきて大変だった。え、大変、出てくるの？くるくる根性あるから大丈夫。確かに根性で乗り越える、痛いだけの儀式だよ。確かに理由は親も知らず。そういうこと、そういうことか。盲腸とかもそう、そう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 。くるくるまだ盲腸になったことないね。あれ人生で確実にじゃないけど一回しかならんのよね。めっちゃ痛いよね。もしこの世界いいから、大きかったで会ったってことみたいな、そういうこと。寝てない、めっちゃ寝たよさっき。寝ちゃった、くるくる寝すぎてショックってぐらい。人間進化して顎が小さくなった、そういうこと。ちょっとさ、体さ進化についてきてほしいよね。だってさ、今までのこれ、ここまでの生き物もさ、こう生きていくためにさ、毒を食べれるみたいな、コアラとか毒を食べてもこう死なない体を作り上げていってるやん。人間もさ、もういい加減さ、こうみんな顎小さくなっていってるんだから、親知らずはなくていいんだよって。成長しようって、歯を食いしばって殴るとき、すごい豆知識、なんか面白い。今盲腸になる人かなり少なくなった。あ、そうなんだ。盲腸ってなんでなるの、理由、発症。でも小学校の時友達なってた、金槌ハート。お知らせもまだ4本あるし、盲腸も種残ってます。え、すごい、結構さあれだね、健康的なのかな。あ、親知らずが生えない人は進化した人間、生えない人もいるんだよね。じゃあその人たちは進化してるのか、じゃあ私が進化してないってだけか、遅れてんのか私が。いや生物の進化すごいよ、本当にすごい。そう、親知らずいらない。旧型人間だった、全然抜いたら進化したってことになる。進化待ちだよ。あ、タイか、逆にそっちか、ニュータイプが良かったな。わ、盲腸もう調子いいですか。盲腸大丈夫、超。そう、正規メンバーには進化できたのに、そうだよ、進化できたのに、そっちでは。ぴょんぴょんハートー。あ、時間大丈夫。あ、やばい、そこちょっとわかんないな、初めて聞いたかも。明日楽しもう、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 ひらくさ、さくらー、はい、ハートー。いっちゃんお疲れ、ありがとう、ギフトありがとう。おやじが出たらプレゼント企画、くるくるの親知らず。うん、好き、大きいので標本にしたい。そんなのあるの、面白い。明日なんかある、明日は昇格記念イベントがあります。昼の部と夜の部があって、まだチケット余っているし、受付が23時59分ギリギリまでなので、ぜひまだ今からでもお待ちしてます。それでは壇上を見たいと思います。あ、よろしく、こちらこそ。
夜配信かな、夜配信かっこ朝配信って感じ。13よっちありがとう、ああ変わっちゃった、これも変わっちゃった。13なべこありがとう、12岩もちありがとう、11あつよしありがとう、10位おじさまマスターありがとう、9位ほせろさんありがとう、8位いっちゃんありがとう、7位まっちゃんありがとう、6位くるりんぱありがとう、5位おのまさんありがとう、4位といありがとう、3位ゆうくんありがとう、2位よしどみありがとう、そして1位はドゥルル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 パーン、やまさんありがとう、やまさんありがとう、送りますメールで。それではおやすみー。